ところに来たね。今私の照明もすごくいいところまで来てて、あと少しのエウレカがあればいいの。素晴らしいよ。もう脳内に素敵な論証過程が浮かんできてる。まるでデカルトの素晴らしい予想だよ。書き上げるまでの十分なスペースがあるといいけど。ラストだ。すごくいい結果だよ。私、カーバンクルって大半の実数よ。なかなかいい結果だね。1は万物の母。自身をはるかに超える、より多くを意味してるんだよ。これはきっと、現象界のチリぼこりだよ。ダストだ。すごくいい結果だよ。私、カーバンクルって大半の実数よりセンスがいいと思ってるの。これはきっと現象界のチリ。よかった。Thank you.
違うわ、そんな。実は何でもないわ。私は本質上例えばこう分かった。もしかして
方ないわね。もちろん。次の問いは何？ソフィア、例えばこう。もしかして。そうだね。これは。経典によると、それで分かった。ん？本質上、もしかして。違う。うん。あなたの数字は、うん、もしかしたら。Thank you.
何がいるの？うむ。そうね。おお。大丈夫。とても綺麗よ。1を引いて、また1を引くの。こんにちは。言ったでしょ。そう、その通りだよ。次の問いは何？例えば、そうだね。これは。でも、嫌だ。いいね。Thank you.
例えば。ソフィア、実は。もしかして、うむ、そうだね。もしかして。
ソフィア。うん。みんな、これを見てくれ。これは…実は…違う。私は。楽しむといい37。210。あなたの数字は…ああ、いいな。実は。
実は。意義あり。私は。本質は釣られて変わったりしない。あなたは理解してない。そうね。ああ、もちろん。それとも。楽しむといい37。
ああもちろん。ああいいな。そして君はヘルメスの星、果てしないビーチに埋もれた黄金だ。そんな不合理な、ただの塵ぼこり。それで、ああもちろん。ああいいな。それとも、例えばこう。みんな、これを見てくれ。それとも、実は、ソフィア。言ったでしょ？確かに。ああ、もちろん。楽しむといい37。感謝する。感謝する。実はこれが
人々が天才と呼ぶものだ。意義あり。でも、経典によると私、
そう。ソフィア。例えばこう。完璧な数字だね。それかこうやって。もちろん。ソフィア。これあげる。仕方ないわね。わかった。申し訳ございません。ああもちろん。よかった。いいね。ありがとう。よかった。大丈夫。とても綺麗よ。そうね。
うだね。それとも例えばこう。実は違う。私それとも私は210。経典によると あなたは理解してない。それとも
そうでしょ。仕方ないわね。星々はあるべき場所で輝いてこそよ。それを見上げる人々は変わらないし、それでいいの。
これは…ん？実は…数字だけ？これで全てを説明できるというの？素晴らしい。ああ、いいな。意義あり。実は。ん？うん。これが人々が天才と呼ぶものだ。そして君はヘルメスの星、果てしないビーチに埋もれた黄金だ。
私。実は実は実は
私。私。もちろん。ふむ。ふん。実は もしかして。
何でもないわ。完璧な数字だね。もちろん。ありがとう。大丈夫。とても綺麗よ。ん？数字だけ？これで全てを説明できるというの？もちろん。ありがとう。
私はあなたが思ってるような干渉力はありません。私たちには例えばこう。284歩です。ありがとう。